今回は佐賀県武雄市の名店、創業48年、何も足さない何も引かないこだわりの味、雷球軒さんです。私、久しぶりの単独ナレーターで本日は緊張しております。お手柔らかにお願いします。佐賀県には佐賀ラーメンの名店が何軒かありますが、今から行く雷球軒さんもその名店の一つです。1975年創業の2023年で48年になる歴史ある名店です。しかも店主さんは名古屋市で洋食のシェフだったという異例の経歴。佐賀県のラーメン好きなら知らない人はいないというほどの名店です。佐賀県武雄市は2022年9月に西九州新幹線が開業しました。日本一短い新幹線の駅、武雄温泉駅があります。博多からはリレーかもめで武雄温泉駅まで来て、対面ホームで新幹線かもめに乗り換えて長崎駅まで約30分です。1200年の歴史がある武雄温泉もあります。ぜひ新幹線の乗り換え駅というだけではなく、ぜひ下車していただいて名店のラーメンや武雄温泉も楽しんでいただければ、地域経済が盛り上がり幸いです。ということで、右側には佐賀県内を走る有徳バスが、そして左側には武雄温泉駅が見えています。名店までは武雄温泉駅から車で15分、嬉野温泉行きの JR バスでも行けますよ。JR バスをご利用の時は御船山楽園で下車して徒歩で5分で着きます。バス料金は170円です。ということで、やってまいりました。あれあれあれ、なんか赤い3文字の漢字が。この日は月曜日、定休日でした。ちゃんと調べてこないからこうなるんですよってツッコミが来そうですが、すいません。こちらのお店は AM11 時から PM16 時までの営業で、月曜日は定休日です。座布団を洗濯されたんですかね。座布団が干されてました。近くにはツツジと紅葉の名所でもある御船山の断崖絶壁が見えてます。ということで、この日は名店ラーメンにはありつけませんでした。日を改めてまた訪問しましょう。これも一興ですね。改めて水曜日にお伺いしてます。今日は黄色の看板に黒文字で営業中、しっかり書いてあります。開店5分でも満席になることもある有名店です。1975年創業の48年の歴史あるお店です。人気店がゆえ待ち時間は必須ですが、開店が早いので約10分ぐらいで入れます。シックな建物にオレンジ色ののれんが目立ちます。ラーメンウォーカーグランプリ2018で佐賀県1位を獲得、2019年は2位を獲得されてる人気と実力のあるお店です。こちらのバインダーに名前を書いて店外で待ちます。待ち時間もワクワクドキドキな時間です。現在は AM11 時から PM16 時までの5時間のみの営業で、夜の営業はされてません。この5時間を狙って来てください。創業以来48年変わらぬメニューです。おでんもあります。替え玉はありませんが、プラス150円で大盛りラーメンにできます。カウンターと4人掛けのテーブル席になります。30人くらいで満席と思われます。テーブルにある調味料は胡椒とごまのみ、シンプルです。豚の頭だけを使い、巨大な4個の釜で10日以上かけて仕込んだスープはあっさりとしてそうだが、力強いコクがあり、でもクリーミーでふくよかな味わい深い佐賀ラーメンです。平皿で丁寧に湯切りがされたチューブとストレート麺はもちもちとした食感が食を進めます。豚バラ肉の旨味だけで作られたチャーシューも絶品。スープとのバランスがベリグッドです。手間を惜しまずに丁寧に作られたラーメンというのがよくわかるラーメンでした。美味しく完食しました。今回は佐賀県武雄市の48年続く名店、
来久健さん、元洋食シェフだった店主の作る丁寧に作られたまろやかでふくよかな味わい深い佐賀ラーメンのご紹介でした。お近くにお越しの時はぜひお立ち寄りいただければ幸いです。ではこの動画はこの辺で、ご視聴いただきありがとうございました。最後に、こちらのお店はトイレが外にあります。大砲ラーメン本店や丸星ラーメンや大久ラーメンもトイレは店舗の外にありますね。ラーメンに匂いが移らないように配慮されてるんだと思われます。